ませんでした。やるやる詐欺してすいません。あ、ブロンズカクテルありがとうございます。ありがとうございます。フロンズカクテルすいません。いや、なんかメインなくなりそうだよ。なんか、選手間っていうか、まあ、関係者同士が揉めてね、まあ、辞退するらしいからさ、もう仕方ないよね、そこは、メインが。誰？え、知らないの？今、フワッチでこの話で持ちきりだよ。香川さんと光が揉めたやつ、見てたけど。なんか、光がメイン辞退するって。あ、フロンズは、アイテムありがとうございます、フロンズカクテル。ありがとうございます。香川さんも一応司会だからね、関係者だよ。スパークのね。そう。で、まあ、ヒカルと香川さんの、なんか放送をつけてて見ててさ、まあ、ヒカルの放送を見てたけれど、まあ、なんて言うんだろう。まあ、言い分を言ってて、で、香川さんが、うまく説明してくれてたから聞いたんだけど。まあ、なんて言うんだろうね、酔っ払ってちょっと勘に触ること言われてキレたって感じだね。言える感じ。 お酒でちょっとほろ酔いでね。いや、光がクソすぎるっていうか、まあなんて言うんだろう、酔っ払ってるから明日にはやりますとか言うんじゃないのね。俺はそう思うけどね。光が香川さんにキレたんだ。で、なんか、スパーク辞退するってタイトルになってた。なんか香川さんの話を聞いてると、ね、なんかコメントを書いてたらしい、香川さんが。で、印象操作っていうね、言葉で俺はよく悪者にされがちだ、みたいな、されるんだっていう話してる時に、香川さんが、なんか、光るそれはね、つって、印象操作をね、超える人間になればいいんじゃないの、それ光るっていうことを言ったらしい。そしたら、まあ酔っ払ってるから嫌になったらしい。なんかそっからヒートアップして、なんか喧嘩して、コメントと枠で香川さんが「もういいわ」っつってどっか行ったら「スパーク辞退します」っていうタイトルにしてたらしい。見たけど。俺は、どんな形であろうが、これスパーク盛り上げてくれているヒカルと香川さんに感謝でしかないよね。これはもうエンタメだからね、みんな。ヒカルはね、スパーク辞退しません。香川さんも真に受けてません。これエンタメなんでね。ガチガチの喧嘩にはならないんで、安心してくださいね。メインは多分やると思います。あ、ちなみにメインは誠司と俺っていうふうに言われてるけど、まあ、メインが2つあるんだよ。それが光と右乳くんがやる試合なんだけどね。俺らの試合の前。2つメインあるんだよ。そのメインの1つが、まあ、なくなりそうです。なくなっちゃうらしいよ。まあでもね、正直、スパークの辞退って、便所さんの時は捨て頃ね、辞退する時は50万罰金なんだよね、契約書では。ただ、今回のスパークの違約金は10万だからね、別に払おうと思えば払えるからね。だから、ワンチャン本当にね、10万払って辞めるなんていうのもあるかもしれない。でも、分かってほしいのが、ヒカルは、間違いなく、一番誰よりも練習してるからね。だから、
戦いたくなかったから辞退するっていうのは多分違うからね、そこは。俺はそう思う。一番ジム行って一番戦ってるし、でそのね、あのいろんなやつと戦ってるわけだから、そこはね、そのやりたくないからっていうのは多分ね、俺は違うと思う、普通に。ただもうお酒入ってるから、ヒカル的にはね、やっぱ香川さんに言われてムッとなっちゃったっていう部分があるんで、そこでね、はい。いや俺も練習してますよ。あの僕がなんで配信外ね、配信しないと思いますか。秘密の特訓してます。見えますかね。まあ筋肉には見えないんですけど、あのそこそこね、筋肉ついてきたと思います。これついてるんでね、はい。寝てないです、寝てないです。いや、まあ光は大丈夫だよ。でももしね、光の穴が抜けたら右七と誰とやるのって話なんだよね。正直右七とそのやり合える相手って、あの格闘技経験者じゃないと無理なんだよな。相手格闘技経験者だから、俺はね。誰がやるのって話になるけどね、開いた穴は。で香川さんは、いや強いよ香川さん。ちなみに年だけど、ゆいかさんボコボコにしてたじゃん。普通に武闘派だよ。あの背中にはがっつりタトゥー、あの入れ墨入ってるしね。普通にあの怒らせたら怖い人だよ香川さんは。はい。だから岐阜ボーイさんとね、原田よしきさんが戦うけれど、よしきさんを右地に当てないといけないね、これ。ぶっちゃけ言うとね、そうなるとまた変な話になってくるけど、まあ運営側じゃないからさ、俺はそのどう判断するか、よしきさんと、ゼロワンがやると思うけどね。太郎のお相手は、太郎さんのお相手はあれだよ、ヘタローだよ。あのインハ、なんかボクシングの経験ある方ね。あ、ヘタローと右乳当てるってこと。あ、いい勝負するかもしれない、うん、でもこれがまたね、右乳とヒカルが揉めてるんだったら盛り上がってたんだけど、ここで香川さんとヒカルが盛り上がっちゃってるからね、運営側サイドとそのまあ、運営側サイドっていうか関係者サイドとヒカルが、ねえ、もうこうなるとヒカルと香川やれってなるからね。うん、どれがやるって出た。いや正直どれさんは年だからさ、ヒカル相手じゃ持たないんじゃないかな、普通に。いや俺はどっちも悪くないって思ってるよ。うん、そのやっぱりどっちも正しいんじゃないかな、俺はね。そんなどっちも悪いなんて言えないし言わないし思ってないです。はい。ゼロ今 TikTok やってるから、だから今この状態という部分は口出ししないですね、あんまり。まあそのうちどうせ言うでしょ、ゼロワンも。ヒカルに電話して事態止めろ、かけるか。じゃ電話ヒカルに出ないと思うよ。いやちょっとヒカル寝てるんじゃないかな。かけるかヒカルに。あんまり、ちょっと今の状態ちょっとヒカルにかけるの怖いな。明日の方がいいかもしれない、酔っ払ってるからね。うん、明日の方が。一回かけてみるヒカルに。
っと説得してみるか。そういう光と右父の試合が俺はあの一番のメインだと思ってるから、選手と俺の試合素人同士だから本当しょっぱい試合になりかねないんだよね。盛り上げるつもりはいますけどね。でもやっぱ右父と光の試合が一番格闘技らしい試合になると思うんだよね。だから光はいなきゃいけない存在だと俺は思うわけよ、間違いなく。で俺はどうしてもまあ光の試合見たいよね。電話するね。で出ないと思うけど。え、ケイノスケの試合は試合らしくないの？ああ、ケイノスケくんと久保健の試合も一番の試合だと思うけれど、なんかフワッチにはもうなんか遠い存在になってるじゃん。俺が言いたいのはフワッチの配信者で一番格闘技らしい試合するのが右獅子とヒカルなんじゃないかなっていう話なんだよ。もう久保健さんもあんまやってないし、てかもう雷神の選手だし、あと圭之介くんもね、ブレイキングダウンのもうメイン的な存在だから、だからまあ正直遠い存在だから今はね、フワッチ的にはね、やっぱ光とあの右下の試合が盛り上がるかなって俺はイメージがある。うん。で俺はもう光は多分ね辞退はしないと思う。ただ拗ねてるだけなんだよね。うん。だから明日になって酔いが覚めたら酔っ払ってて覚えてないって言ってくれると思う。でやるっていう。だって直徳さんが20万のスポンサーになってるんでしょ。こうなってもし辞退しますなんてなったら直徳さんの缶泥塗るわけじゃん。さすがに光もあのまあ恩人って言ってる人間に対して顔に泥を塗ったりはしないと思うよ、シンプルにね。だからまあ今回の件はまあ突発に出た、なんて言うんだろう、ただのね、あのまあなんて言うんだろうね、酔っ払った言い分だよ俺。これはお宅の社長は何を考えてるのか聞いてください。ゼロワンは何、光に電話したの？ちなみにゼロワンはかけたの？電話あしたの？じゃあいいんじゃない。なんつってた？ちなみに光はもう出ないっすって言ってたの。してもう出ないっすって言ってるの？あ、うん、明日また話そうねってなったんだ。あ、そうなんだ。出ないって言っててまた明日って話なんだ。へえー。太郎勝てるの？ヘタロウくんに？いや正直言うと、まあネオさんと喋ったけどね、太郎くんとヘタロウくんのその戦いの部分で。ヘタロウくんは一個ズバ抜けてるみたいな感じのニュアンスで喋ってて、太郎くんってやったらちょっと厳しいかななんて言ってたからね。だからヘタロウくんと太郎くんはその太郎くん勝てるかどうかって言われると、そのプロとしての目線ではちょっと厳しいんじゃないかっていうふうに言われてる。でも俺は太郎くんはあの昔話聞かせてもらったんだけど、結構やんちゃだったらしいよ。めちゃめちゃヤンキーだったらしい。あのもう本当に喧嘩もばっか三昧だったらしいから、だからそのやっぱヤンキー根性っていうのを見せてくれるんじゃない？だから分からないよそれは。太郎くんは相当強いよ。はい、どうでもいいそんな話は。あ、そうですか。
まあ、光とあの香川さんの話は、まあでも結局結果、まあ絶縁っていうことらしいからね、香川さんと光は。光が絶縁って言ったらしいけど、うん、絶縁でいいんじゃない。ただそのなぜ光が、まあ、香川さんと喧嘩してプワーって回った頭で考えたついた先がスパーク自体なのかっていうのは正直俺分かってないんで、その香川さんの話を聞くと、なんかいろんな配信者の名前出してなんかそういう風にぐちゃぐちゃ言ってて、きっしょいな考え方みたいな、きっしょみたいなっていう考え方でもう光の放送出て、でちょっと間開けて見に行ったらスパーク辞退しますってなってたって話だから、そのなぜそこでスパーク辞退になってしまったのかっていう思考に関しては俺もね分からない、正直。うん、なんでなのか。香川が解説だからそれ関連で結びつけて辞退ってこと言ったのかな。それは光的には正直ね、光はそこは俺はスパークに結びつけるとまあ叩かれちゃうなっていう、うん、と思う。俺はその絶縁までだったらよかったかもしれないけど、そのスパークまで結びつけちゃうと、まあその主催者じゃないから香川さんが、もしこれがゼロオンリー主催者でこういうふうに言ってたとしたら、まあ言い分は通るかもしれないけど、主催者がなんか選手に対してこんなこと言ってるわってね、まあ改札員だからね、そこはね光る、うん、絶縁まででよかったんじゃないかなと俺は思うけど。難しいよねこれね、うん、すごく。香川さんが言った言葉は、まあ、香川さんの話を聞く限りね、放送で見たけれど、シンプルにその印象操作の話をしてて、その印象操作して俺を悪くするやつがいると、で香川さんはなんか疑問に思って、その印象操作悪くするやつがいるんだったらそれを超えればいいじゃねえかみたいな、そういう的なニュアンスでコメントを書いたらしい。そしたらなんか光が、まあ、お酒も飲んでて、そこでなんか香川さんにつかかったって感じの話をしてたね、香川さんが。でその話でまあ言い合いになってて、コメントでヒートアップしちゃって、でなんかいろんな配信者の名前を出してキッショと思ったらしい、香川さんが。でなんかキモいなと思って、それでなんかコメントでキッショって書いたんでしょ。でも絶縁ですみたいなって流れが絶縁になっちゃったって話だよね。うん、だからなんて言うんだろうね、難しいよね、みんながどう思うかだから。これはマリオくんはね、今家に車にいる、さっきまでエーペックスやってたから、で俺がこの部屋使っていいって言ったらいいですよっつって、車で放送しますみたいに言って言ったけどね。で、ヒカルはもう本当に絶対にスパークがやりたくなくて辞退はない。間違いなく。これはもうね、友達として擁護する。コメント欄でチラチラほらほら、ヒカルに対してさ、スパーク出たなくてビビってるだけだろうとか、そういうコメントがあったんだよ。もうないない、もう本当に。本当にそれはない。一番練習に打ち込んでたし、なんて言うんだろう、一番なんかもう仕上げてた、仕上げてる、うん、俺はね思う。だからそこはビビってるとかスパーク出たくないからっていうのは違う、シンプルに香川さんに言われたことがストレスだったんだと思うよ。繊細だからね、ああナイブなんだよ心が。いや俺も練習してるよ、ちなみに。本当に光は、そう光は繊細なんだよ。
やっちょくんと金梅さんとかその俺とかいた時にさ、光の家でなんかごちゃごちゃしてたけれど、あれも繊細な部分でね喧嘩になっちゃったりとかしたからね。そうそう、だから酔っ払ってる時とかは余計さらに繊細になるからね、光る、アンチもスルーできないんだよ。いやだから練習して疲れてる部分もあるし、実家帰ってきてその帰ってきた疲れもあるんじゃないね、そこでやっぱ思うことあったんじゃないかなと思うけどね。香川が嫌いだからって主催者に迷惑かける思考がわからない、お前人の心配してないで、たまには練習会練習参加しろよ怠け豚。次の練習いつあるの？次の練習行くわ。ちょっと怠け者、マシも治ったから練習する。ちょっと次のもう自主的に動くよ俺は。次の練習いつ？明日？明日あるの？明日あるの？いや借りてるじゃん。火曜日と木曜日、今日は何曜日？今日は木曜日だわ。ってことは今日あるってこと？練習。そういうことかな。今日練習あるってこと？あ、台風か、そっか、仕方ないね、それは。そっか、雨降ってたもんね。うわ、マジか。まあ、ちょっと自習の室内で練習するわ。じゃあ仕方ないね、それは。いや、台風で練習中止って書いてるから本当なのか分からんけどさ、どうなの、本当なの？音楽流すか。まだ台風来ない？わかんないよねそれ。でも今日足立区歩いてたらさ、めちゃめちゃ雨降ってきたんだよ。ワンライブでお金入れに行ったんだよ、銀行まで。そしたらさ、めちゃめちゃ雨打たれた。タクシー捕まんなかったから申し訳ないけど、マリオくん呼んでね送ってもらったよ。めちゃめちゃブズ濡れで。いや、政治に負けたら許さんぞって言うけれど、いい話しちゃっていい？政治さんの。いや、慣れ合うつもりはないんだけどさ、まあ鉄さんのね骨が折れた事件があったじゃん。その時にまあお金の部分ね、俺なんかハム出すよってね、そういう話になってくなったじゃん。で正直誠司さんって本当出すのかななんて正直思ってたんで、そしたら LINE でね、まあ、鉄さんと俺会ったこと知ってるからいくらぐらいなのって来てさ、まあ、ちょっと金額が多すぎ言えないけど、まあ、いくらいくらですって言ったら、じゃあその半分でいいねっていう LINE が来た。あ、誠司さんっつって、頭が上がらないよね、ちょっと正直今めちゃくちゃ頭上がんないんだけど、本当に。だから俺スパークは、あれはもうスパークはね、もしこれ負けた方がいいのかななんて。いや、チケット買ってもらっててね、こんな発言良くないんだけどさ、絶対ボクシングやった方がいいのかななんて今本気でちょ悩んでたんだよ。そう、これで
みたいな。また八百長か、ちょっと悩んでたっていうのがあるけど、でもせっかくチケット買ってもらってるんで、もうそれでね、試合でね、負けたり勝ったりとかの部分で金額の支払いがもうノーですって言われたらもう仕方ないなと思ってます。でもあの本気でやるんでね、政治とは、因縁があるんで、ただ因縁はもう解消されたけど、まあ、どっちのデブが強いかってことでフワッチのね、戦います。あのちなみにね、皆さんもう10日かな、今日でそのあのチケットがあと1枚残ってるんですよ、スパークの 20万のね。欲しいっていう人いませんか？もう一人はもう送ったんだけど、送られてると思うんだよね。レオレオさんの息子で、ヨシキさんが送ってくれてると思うんだよ。あと1枚残ってるんだよ。まだあるんだよ。ちょ、これマジ大事だから、もう本当に、本当に欲しいっていう人出てきて。パル行きな、いや、チケット俺はもう選手だから、もらうもらわないの話じゃなくて、原田よしきのボケに昨日ブロックされたから絶対買わないなんてコメント言ったの。それによるよね。うん、いくらいくらいの席の1枚だから10万だよね。2席の2枚分をもらったんだよ。で2枚分で20万だから1席10万という計算だね。だから10万円分の席だよ。だからめちゃくちゃね、これ無料でもらえるって得だからね。うん、あのね、正直言うよ、練習はしてます。ただ本物の試合とか、そういう本物の格闘技を見たいっていうのじゃないんだよね。シンプルにあの配信者とあの配信者の力ってどれぐらい強いんだろうっていう、オス同士の競い合いなわけじゃん。だからそのオス同士の競い合いの中で、その試合を見たいっていう人で集まってくるから、ガチガチのその練習がしてね、ガチガチの格闘技を見たいっていう人は、なんて言うんだろう、本物の格闘技見た方がいいと思う。これはまた違う目線になるからね。はい。ただ俺は誠司と俺でメインらしいね、素晴らしい試合ができるっていう自信がある、間違いなく。ただ俺上がり症だからさ、そこだけ心配です。最終日、最終っていうか最終メインだからさ、そこだけメンタル耐えれるかなって感じだね。はい、だ頑張るかなって感じですよ。火薬は競馬だけ？火薬さんなんか TikTok やってたよね、見たよ俺も。200人ぐらいだったかな TikTok。 頑張ってた。でなんで TikTok やってんのかなと思うけど、やっぱ社長の影響なのかな。うん、今閲覧300、あの TikTok の300人って多いからね、普通に。あの2000人の閲覧数って普通に TikTok でトップなんだよ。だから01って閲覧数トップなんだよね。だから TikTok の、なんて言うんだろう、もう王になったんで、生配信で、TikTok の王様だよお前。お宅の社長のイベントに対するやる気のなさは何なんですかと。ああそういうことか。あのゼロワンがあのスパークをやってるのに、なんで TikTok に力入れてるんだって話ですよね。これに関してはあの TikTok に力入れてるっていうよりね、そのやっぱり TikTok のリスナーさんたちをフワッチに持ってきて、スパークというね試合を見せるための宣伝をしてるんで、多分分からん。だからそういうことです。
9月からでもよかったね。はい。適当なこと言うな。そんな俺に言われても困るよね。川西さんに聞いてくださいよ、そこは。僕はそう思ってますよ。ふわっちなんか見ないやろ？ TikTok の人？わかんないよ。だからゼラマンは TikTok で力入れてね、どうなるかわからないよね、そこは。全然宣伝してないけどな、バトルばっかりで。あ、バトルしてるんだ。まあ、おのおのの思う気持ち、心がありますよ。ウルパル使わないのも、俺ね、正直 TikTok でウラパルでね、もう一回バズらせたいって気持ちあるんだけど、申し訳ないけど、彼女できないと再会できないわ。彼女できて、その後別れた後を、継続してたけど、その後ね、自分のマネジメントをおろそかにして、しんどと思ってやめちゃったんだよ。そっからなんか生配信つけたら、まあ、1分ぐらいだったけど、10人しか来なかったの、1分で。前の TikTok は1分で、300人ぐらい来てたんだよ。だからちょっとなーってちょっと気持ちがあるんだよ俺は。だからやっぱカップルチャンネルみたいなんじゃないと TikTok やれないなと思ってさ。だからちょっと俺と付き合ってくれる人いますか。はい、時代の流れかな。式 A 版なのにゼロワンフは捨てるんだな。いや、ふわっちは捨てないと思うよ。だから TikTok に力入れてふわっちの方に来るんじゃない？だと思うよ。今 TikTok にさ、波が来てるわけだから。しかもつまんないんだよね TikTok って。正直バトルばっかだしさ、雑談がメインだから。でもさ、閲覧少なくないでしょ。みんななんか1000人超えでしょ。だからふわっちよりは手厳しくないんで、リスナーさんが。優しい人たちが多くて、いや、もちろんふわっちの人たちも優しいんだけど、やっぱ展開つけれとかさ、なんかやれとかさ、外出ろとか言うじゃん。そうなってくるとね、うちもね、プレッシャーがすごいんでね。プレッシャー与えないでくださいよ。ふわっちに戻ってこないだろうね。いや、戻ってくると思うよ普通に。TikTok はなんか億プレイヤーいるらしいけれど、ぶっちゃけね、そういうのってホストとかそういうなんかお客さん引っ張ってるやつに投げさせてる人が結構多いんだよ。だから基本的にはそのこうふわっちのライバーで、まあ、やってる人たちの方が俺は稼いでると思う、認識的に。だからゼロワンも TikTok やってて、まあフラッチの方がいいなってなると思う。だからすぐ帰ってくるよ。だから両立させるんじゃないね。夜はフラッチ、昼間は TikTok みたいなだと思うけどね、俺の予想は。返金のやり方教えてください。返金のやり方は YOSHIKI さんに聞いてください。うなぎようことね、YOSHIKI さんに。あと1万と2万のチケットがまだ余ってるそうです。欲しい方はね、YOSHIKI さんの方で連絡してください。返金したいって方がいるのに関わる、すいません、こんな宣伝で。フローンズカクテル参加ありがとう。完売したんじゃないの？余ってるというか、途中で何なんだろうね。わからん。でも、そういうの来たから、その、売ったチケットは完売したんじゃない？予想だけど。まだ売れてない。いや、売れると思う。でもね、100名ぐらいは入ってるから、ちょっと緊張するね。100名に見られるっていうのは。配信の100名とそのリアルで見られる100名は全然レベチだからさ、ドキドキするわ。まあ一応捨て頃で300人400人ぐらい入って観客で試合したことあるけど、
あれはね、ちょっときつかったな。100名入れるのかよ、あんな狭いところで。あ、もう場所は分かってるんだ。まあ狭いっていうか、ジムの中だけどね。そう、あの前練習したとこだから、あのサンドバッグがいっぱいあったから狭く感じたかもしれない。あれ外して席並べたら広くなるんじゃない普通に。で、誠司と俺は力はね、拮抗してて素人だから KO することはお互いないと思う。多分ヒットポイントの高さと、まあそのどれぐらいその体力が持つかっていう勝負だね。2分2ラウンド、だから俺もちょっと体力作りしなきゃね。で、俺一応富士山の御殿場登ってるから、誠司さんは体力ね、集中力あるかもしれない。体力はないんじゃないかな。お前スタミナなさすぎ。ぶっちゃけさ、あの試合は第1試合が良かった。メインは嫌だ。なんかもうず心が潰されそう。わかる言ってること。第1試合でパパッと終わらせてさ、後の試合を見たいよ、ゆっくりと。そのだんだん近づいてくるカウントダウンが俺はちょっと耐えきれないね。今でも緊張してるからね。ちなみにもうあと17日間あるけど、一日一日がもう緊張する。吐きそうになるし、俺はナーボーに負けた時、あの部屋に行って一人でこうなってたもん。なんか一本背をされてこんな感じになってた。うん。でこうやっててうわーってなった時に、海老蔵が部屋に入ってきて、あ、いたんだっていう嫌味言われて、どう見てもいるんだけどね。因縁があります、海老蔵には。録画がないよ、配信外だから。ゼロワンも無人島のやつ理由つけて断ってたし、みんな好きにやってそう。まあみんな楽しみにしといてよ、試合は。ああね、お前海老蔵に何かにナイス負けて仕方ない、ナイス負けて悔しくないの？いや悔しいよ、それは負けてるから。でも仕方ないじゃん、好感度高いんだからね。なんか毎回海老蔵のナイスを見ると1500は絶対平均取ってるからね。多い時2000だし、家で雑談してるだけで。ああ、もうこれからも海老蔵がずっとナイスを取っていくんじゃない？逆にふわっちの配信者は悔しくないの？ね、ツイキャス配信者に負けて頑張れよなあ。ふわっちカモだと思ってね、ナイスみんな狙ってくるよ。その野田ゾーリも来たしね。なめられてるよ。やっていこうよ、ナイスボタン。あの海老蔵さんの、海老蔵の面白さって笑う面白さじゃないからね。あのなんて言うんだろう、ためになるとか、なんか海老さんの話は勉強になるとか、そういう面白さだから、まあ、教育というか、なんか都市伝説系の YouTuber みたいな面白さだよね。笑う系じゃないよね。でまたちょっと暗いからさ、配信の内容が。だからちょっと宗教化してるよね。ちょっと信者って言われる存在の人たちが多いかなってイメージ、俺は。全然でもあれは一番いいと思うよ、普通に。もうずっと見てくれるしね、リスナーさんは。でたとえなんか悪いことしても味方になってくれるし、仕方ないエビさんっていう言葉で片付けてくれる。ゼロワン誕生日月にマンスリーもナイスも取れなくて TikTok 行ったのかな。そんなことないよ、そんなこと言ってなかったし。ただ TikTok で無人島企画があって、それきっかけで
TikTok に力入れようって思ったらしいから、そういう理由です。はい、ゼロワンも宗教なのに忖度しやがって。ゼロワンのとこは宗教かね。でも間違いなく配信の俺が思ったことは、もう本当に心酔させること、リスナーさんを。なんか笑いでは面白さ取って、この配信者笑えるっていうリスナーはすぐ離れる。おー、もう俺研究したよ。すぐ離れるね。パッていなくなる。やっぱりなんか秋が来るんだろうね、そういうのは。だから見てて落ち着くとか、見てて楽しいとか、そういうのじゃないとリスナーさんは長くいてくれないなってイメージだね、俺は。はい。ゼロリス連れて TikTok 行ったからふわっち捨てた。ゼロリスってそんな言ってないでしょ。もうふわっちのそのリスナーさん連れてってあんまいないと思うよ。 TikTok の新規集めてると思う。チキちゃんのそのアンチをうまく取り込んだっていうイメージだけどね。それでやっぱ TikTok って暴言も吐けないから、ゼロワンの優しいとこを見てる人たちが多くて、それで人間性好きになっているって感じだと俺は思うよ。うん、投げてるなんてさ、まあ正直10人からね、20人とか そういう感じでしょ。だから20人連れてって言っても、ふわっちに何ら影響ないんじゃない、投げてるやつがそのいるとしても。閲覧数で言うと、はい、ゼロワンフワッチで悪口コメしまくってた。まあ悪口コメ、俺だってね、パルパル歓喜とか書くからね。配信者は悪口コメント書いてるやつ匿名でね、全員ほとんど書いてると思うよ。むしろタヌキまで書いてると思ってるから。今この匿名枠で俺の悪口書いてるやつ何人かいるけど、これ配信者だと俺は思ってるし、だからいいやつなんていねえよ。まあ、光と香川さんの喧嘩で印象操作の話あったけど、印象操作してるやついるって、配信者で。ああ、いるよ。政治は書いてないんじゃない？むしろもう配信今見てないんじゃないかな、政治自体はね。被害妄想やめて。いや全然いると思うよ。ぶっちゃけさ、配信者から見た俺って、俺は客観的にね思ったこと言うけど、自分のことを普通に他人の不幸のネタを使ってね飯食ってるってイメージだからさ、正直気に食わねえって思うやついると思うよ。シンプルにこいつうぜえなとか、こいつな人のネタで閲覧取ってアイテム稼いでて、こいつほんといいなって、いい身分だなとか、そう思ったやついるから。うん、それお前だろ。これ話を聞いてないね、この豚丸ってやつね。俺のことを言ってるんで今わかる？俺のことを客観的に見て俺で説明するって話だから、これ。あのね、モイカってデブなんだよ。頭まで脂肪ついてるからさ、人の話は理解できないんだよ。本当に。カクテルありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。で、あとモイカね、なんかコメントで LINE でさ、俺に命令してくる。命令してこないで、うざいから。お前の命令でこれネタやめてあげてねって言われてもやるから、俺は普通に。でお前の LINE で知ったから、その変ななんか内容の部分。ああ、シンプルにね、俺全然知らなかったもん、その内容。お前が拡散してるからね。俺そんな情報来てなかったから。何を？いや、なんかね、まあ、名前はちょっとこれ伏せるけど、萌香から来たのが、
まあ、何々さんがねちょっと病気患っていると、だから言うのやめてあげてっていうことを言われたんで、で俺はまあそこに対してコメント打ってなかったけど、あの別に言うつもりはないけれどさ、そういう何かをそう阻止してくる感じのやつは俺やらないよ、やめろとか言われても、それはゼロワンに言われても俺やるから、そのニュースで。ただそれを自白で言ってたかどうかっていうのを見てないからやらないけどね。うん、だから申し訳ないけどそこら辺はあの俺に命令してこないでね、あの言わないでくださいとか、もう俺の判断でやるから、シンプルに。どこ見てんの？ちょっとパソコン見てました。何があるの？ちょっとあのいじってました。はい、すいません。火薬さんが閲覧 200？ それはあの TikTok でしょ。あのね、リスナーさんはいいかもしんないけど、配信者は閲覧マウント取れないんだよ。取っちゃいけない、絶対帰ってくるから。自分にお前閲覧200人だな、オワコンが。で、いざ自分に来るからね、それ。その時の、もう、惨めったらないから。うん、本当に。そういう惨めはないからね。だから絶対にそれは、俺はもう心の中で言わないでおこうと思ってるよ。いや、もちろんね、その、あの、教えてハッシーさんとかそういうネタにしちゃってるけど、そのなんて言うんだろう、まあ関わりないからさ、そこは、そう、まあどうせ俺の放送見てないだろうと思ってやってるだけだから、そこは。まあ閲覧でのそのディスは やらんとこって気持ちです、はい。ただあっちがお前閲覧低いよなとかそういう煽りが来たら言い返すかもしれない。え、いやお前そんな閲覧低いとか言ってるけどさ、あの俺の方が閲覧多いからとか、そう幼稚な争い言うかもしれないけど、自分から言ったりしないね。原田さんが電話欲しいって言ってる？本当に言ってよそれ。電話してみるか。じゃあそれ本当に言ってるの？こんばんは。よしきさん。お疲れ様。寝てました？薬師さんも疲れて。ダメですよ、寝ちゃう。ちょっと大変なこと起きてたんですから。大変なこと起きたみたい。今起きてさ、普通に。ええ。やってたらなんか何が起きたの？うん。シンプルにヒカルがスパーク自体です。なんかだから今それでと思って、ええ、説得するよ。もういや僕も、ね、説得しようと思って。電話したんですよ、うん、出てくんないんですよ電話。もう寝ちゃったんじゃないの？俺も LINE。いやもう放送終わった瞬間にかけたんですけどね。あ、かけたんだ。そっか。だからそこの決意は固いかもしれないです。いや俺が説得するよ。俺とね、ネオさんもね、一緒にやってるじゃん、ネオさんも。でなんでこれね、もあの辞退するか聞きました、うん。いや全く分かんない。もう今コメントで聞いたけど全く分かんない、なんかもう香川さんと揉めたらしいですよ。そうなの？でもなんかコメントだと、うん、揉めたわけじゃなくて、香川さんはなんかそのちょ、まあそこまで変なコメントじゃないけど、まあ、それに結構真に受けちゃって熱くなっちゃったみたいなの聞いたよ。だから光が香川さんに対して、うん、まあコメント欄に対して言い返してて揉めたの、うん、揉めて、それででも香川さんのと揉めて、うん、じゃあ出ないよってなっちゃったの？なんか最終的には、うん、なんかもうスパーク辞退しますっていうタイトルにしちゃって、うん、もう俺一生懸命頑張ってこんな言われがないっていうことで、うん、いやでしょ。だそこ、はい、それでやめるっていうんだったら俺説得するよ。そんなことだったら説得できますかね。説得するよ。俺ネオさんも俺と無理だよ。俺は言ったんですけど、ヒカルは間違いなくスパークが怖くて、う
歴史が怖くてね、辞退しているわけじゃないよと。一番人一倍頑張ってる人間、ヨシキさんみたいにうなぎ釣ってね、食ってるだけじゃないと。おい、俺ディスってる。ああ、ごめんなさい。ディスじゃん。おい、もう一回俺と試合するか。いや、すいません、ちょっと。裏面イベント若干もう一回。あ、で、ヨシキさん、俺もあのこんなこと言いたくないんですけど、うん、あのやっぱ政治殴れなくて、もうスパーク辞退しようかなと思って。ダブルメインイベント2人辞退するの？そうなんですよ。やめろ、パル君。何言ってんだよ。パル君、今ポスターね、パンフレットね、見せてたんだよ。はい、パル君配信してるでしょ？明日なんす？え、パル君配信してる今？今配信してますよ、俺、はい。見せるとね、うん、ちょっと今、パンフレット見せるからね、こっちで、はい、もうダブルメインイベントの2人がね、うん、辞退とかやめてくれよ。パルパル君見て、スポンサーついてんだよ今、誠司さんとパルパル君2人ともね、もうメインスポンサー扱いだよ、すごいからね。うん、まあ試合はもう順番組み替えれないと思うんですけど、本当俺第1試合でやりたかったんですけどね。で最後に光と右地の指名ですよ、やっぱうまい練習の、うん、ここはまあ01がね、そのダブルメインイベントとして、まあ最終試合は誠司さんとパルパル君のこの2人だとね。で、あ、そうなんですね。まあそれだったら仕方ないんで、はい、メインイベントドーンよね。でポスターもちゃんと真ん中に、真ん中ってごめん、あの、あ、ね、ポスターなんか俺らちっちゃくないですか、メインこれ。ちょっと見てよ、ちゃんと。米粒じゃないですかこれ、デブ2人なのに。大きくなったよ、ちゃんと。ほんとですか、どれですこれ。送りました、ポスター。ちっちゃいよ、ちっちゃい、ごめんね、ちっちゃい人ね。ええ、今送りました。え、今、あ、送ろうか。はい、あと、ちょっと、もうな、舐めてるでしょ、誠司と俺を。ちょ、今送るからね。なんか、ヨシキさんの方がでかいしね、顔。いいじゃん、主催者なんだから。うわー、いいじゃねえかよ。めちゃくちゃ、ヨシキさんの顔、俺ら二人合わせてもちっちゃいからね、これ。主催者なんだから、いいじゃねえかよ。うん。ちょっといいですか、じゃあちょっと。じゃあ、パルパル君だから、ちゃんと出て、今、写真送るけど。今送りました？あ、今送った。うん。今送った。見て。ちょっと見ますが。あんまり送らんというか、ちゃんとね。来た。ちょっと見ますわ。あ、来てる。お前で大きかったでしょ？これ、おぉ！ね、で、まあ、ぶっちゃけ一番でかいのはもう、慶之助君と久保健さんの上にドーンって、ええー、一般人のもあるね。はい、ね、こんな感じでね、許してください。うん、だから、誠司さんの顔なんか、これおかしくなんか変な感じこれおかしくない？これどういうことなの？誠司の顔、なんかガンダムみたいになってるけど、首ないし。パンフレット写真送ってって言ったら、この写真が来たの。あ、そうなんす？そうなの。うん、勝手に、ヒロイガとかやったわけじゃなくて、ちゃんと来たの。本当に？ヒロイガじゃないの、これは。そう、ちゃんとファイティングポーズしてるでしょ、ほら、ちゃんと。うん、なんか合成でしょ、これ。いや、もうみんなちゃんとくれたよ、写真。うん。で、ヒカルが辞めちゃうらしいんだよね。あれ？遅い人もいたんだよ。ね、パルパル君もね、出し、こうやって出し、写真もキャッチコール出してくれたけど、遅い人いたの。はいはいはい、ティゲスだから、うん、これちなみにこの違いなんですか、下の人たちも戦うと思うんですけど、これちっちゃいのは何、うん、なんですか。まあ、ちょっと全部やっぱ入んなかったらごめんだけど、試合順だね。試合後半の試合ほどこうちょっと後ろというか大きくしちゃったから。あ、そうなんです。それはもうご了承くださいと。あの、要は人気とかじゃなくてね。あ、人気順じゃないですね、もう試合順なんです。やっぱ、うん、人気順だと後だと、俺の方が越後多いぞとか言われたり。てんちゃんかわいそうだな、ちょっとね、正直有名だから。誰？てんちゃん、あとミニラさんとか。まあね、ちょっとごめんだけど、ちょっとだから試合順にしちゃったから。あ、なるほど ね、 ね、これいい写真でしょ、よしきさん。俺のいい写真、もう良かった。NASA斎藤みたいでしょ。そう、NASA 斎藤で、写真もいいけど、あの、これキャッチコピーがすごいよ。2人のキャッチコピーが。え、そう、ちょっと言ってよ、ね、戦車対決いくよ、うん、赤コーナー150キロのホモ大仏戦車パルパルー。おー、青コーナー
縦横無尽の縦戦車政治クレイジーパピヨン。あ、盛り上がるわ。いいでしょ、これ戦車対決よ。え、じゃあこれ誰がリングアナするの、その言うのは。これアムチン。あ、アムチンが言うんだ。アムチンにリングアナ呼び込み。ね、やってます。でスポンサーさんもね、うん、これ名前言っていいのかな、もうあの メタル社長と政治さん、うん、リスナーさんがこうドーンと大きいのをやってくれてね。それで赤コーナー、青コーナーの、その、一番目立つとこに乗るスポンサーさんも、この2人のスポンサーさんの名前したからね。はいはいはい。お願いしますよ。うん、試合出てくださいよ。すごいわ。カルパルクユナイテッド、スパークも盛り上がらないよ。お願いしますよ。ちなみに、この、ゆめきくんは、何なの？これ試合する方ですか？試合する。ああ、そう。桃奈々ちゃんも試合するのじゃ、これ。誰？桃奈々ちゃんも。まあですね、予想した女の子は、うん、あのラウンドガール。あ、なるほどね。うん、そう、緑の名前の人は試合じゃない。あ、そういうことか。赤のやつが、青、あ、そう、赤コーナー、青、青コーナー、ね。赤コーナー、青コーナー、名前がね、色が。なるほど。お願いします。わかりました。近々ね、あの、ええ、ポスターとか、ポスターでごめん、ポスターとか送るからね。あ、本当ですか。うん。部屋とかに飾ってね、ぜひね、配信の後ろに見えるように。ちなみにそのまあこれ裏話の方がいいと思う、グッズ販売とかは勝手にしていいんですか、はいはい、個人で。あ、ちょっとダメなんですよ。そうでしょ。今回に店主出演者で40人近くいるんで、うんうんうん、ちょっとねグッズ置くスペースがないんで今回は。あ、そうなんです。じゃあそれは仕方ないですね。だからパークのグッズと、まあ、ワンライブグッズだけは販売するけどね。あー、なるほど。あ、うん、ワンライブのグッズは販売してくれるんですか。販売してる、うん。あ、それなら、俺、それ、大丈夫かなと思ってたんで、そこ。俺のグッズはないんで、はい。うん、パルパル君の T シャツとかもあったでしょ、ステッカーとか。ありました、ありました、はい。そういうのは販売して OK だから、あの、はるこさんが担当してくれるみたいです。あ、そう、はるこさんに変わったんでね。そうそうそう。はいはいはい。あ、なるほどね。じゃあ、なんか盛り上がりそうですね。いや、もうすごいですよ。これはもう、ゼロワンの枠なんです。ヨシキさんの枠じゃなくて。うん、ゼロワンゼロワンゼロワンの枠でやるよ、配信。なるほど、うん、じゃあ盛り上げたいですね、ヨシキさん、ね、一緒に盛り上げてください、お願いします、あとヨシキさん、ヒカルも出ないらしいんでね、リザーバー探しとるのがいいですよ。朝説得するよ、もうそんなリザーバー。いや、もうヒカルの意思は固かったですよ。いや、俺はもう意思固いもん。ヒカル君が出なかったら、じゃあもうスパーク全部やめるよって、もうじゃあ言うか、もう。ああ、もうそこまで言っちゃいます。いや、もうどうしたらいいんだよ。ヨシキさんが2試合するんですよ、右吉と。やだよ、やだよ。え？いや別に俺2試合してもいいけど、うん、なんか違うと思う、今回は。いや、まあね、ヒカル君と右吉君がやんないと盛り上がらないよ、はい、確かに、まあ分かります、そこは、うん、分かりました。あ、じゃあヨシキさん、すみませんね、電話しちゃって。はい、いえいえ、盛り上げていきましょう。またよろしくお願いします、ね、はい、お願いします。すみません、無限の彼方へ。さあ、行くぞ。やれんの勝って。いや、順番違った。大丈夫ですよ。よしさん、ありがとう。またね、パルパルくん、ありがとうね。はい。まあ、説得するらしいです。まあ、多分説得全然できると思うから大丈夫だと思うよ。うん、ヒカル見てんだろ。ヒカル、俺はお前とは正直ね、めちゃくちゃ長い付き合いが、もう7年8年だよ。そんな中でさ、なんて言うんだろうね、まあ些細なことだと俺は思ってるから、あの、めげずにさ、やろうよ。これめげてたらアンチに言われちゃうしね。なんか俺、光が一番頑張ってたと思うわけだから、練習とかね。だから光ね、もう戻ってね、やろう。うん、お疲れ、お疲れ様です。お疲れ様、お疲れ。俺はヒカルのこと好きだから。そうだよ、ヒカル、これこそがアンチの思うツボだからね。うん、もう勝ってさ、右地に勝ってすごって言われて終わろうよ。ねえ、山田。うん、だからヒカルがさ、もし出なかったら山田が右下やることになるからさ、これ。そんなことさせないであげてほしい。
お前何回練習した？あのさ、練習に何回したなんて数えてないよね。だって一生懸命頑張ってるわけだよ。数えるの、そんなのダサいよね。汗水垂らしたたくさんが俺の答えだね。汗水垂らしたっていうのが。香川さんが謝りゃ済むことだわ。あのね、ここで香川さんが謝るかどうかっていう判断は委ねるのは違うと思う、俺は。やっぱ香川さんにも配信者としてのプライドがあるからね。だからその自分が間違ってないと思うんだったら謝らなくていいと思うよ、普通に。ね、俺はそう思う。だから香川さんが謝る謝らない話じゃないと思う。そうで、ヒカルもなんて言うんだろうね、全然あのそんなことでね怒らなくていいと思うし、あの口聞かなきゃいいだけだからね、これは。お前いつ大阪行くんだよ。その質問ばっか来るんだけど、あの遅くなってすいません、大阪行く行くって言ってさ、もう8月経ってます。その大阪行く時間はちょっと待ってください。それなんで待ってほしいかっていうと、税金があるんです。はい、その税金の部分で終わらないといけません。あの大阪行く前に長野行くことになるんでね、ちょっと待っててください。めちゃくちゃ時間かかるんで、その支払いの部分でどれぐらい先払うのかっていうのも大事になってくるんで。お前過去いなくなった。あ、そう、イベント弱くなっちゃった。そうなの、リスナーさん。まあ、1時間ぐらいやってるんですかね。893円も稼いでます。ありがとう。嬉しいなぁ。もうほんとね、俺もう愛されてるしか思えないですよ。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとう、リスナーさん。あのね、やっぱね、配信で食っていくっていうのはすごい難しいこと。はい。ありがとう。これは本当に。893。これはなんだ？ヤクザですか？あ、ヤクザ。ヤクザポイントありがとう。ありがとう。ヤクザポイントです。よかったやん。いや、まあ、ぶっちゃけ、俺のマンスリー1位だった人は、もういなくなっちゃってるんだよね。その、本当に。じゃあ、どこ行っちゃったのって話なんだけど、わからないですね。どこ行っちゃったのか。なんで？よ、こんな、いや、人っていうのはね、あの、やっぱずっとはいられないよね。そこはずっとずっとお前についていくなんて難しいからね。だから一番あのどうすればいいかっていうと、面白いことすることが大事だよな。配信を長くやるとか、そうしないとどんなにね配信をね、あの閲覧その短時間で集めてたとしてもファンはつかない。これはもうね、教訓として、もう俺は配信歴長いんだけれど、教訓として味わったね、これは。そう、いつまでも景気がいいわけじゃないんだよ。パズドラと同じだよ、これは。ね、モンストとかそういう感じだよ。あ、せめてナイスだけいいですか。お願いします。深夜のナイス、明日楽にさせて、ナイスボタン。口だけだよな。口だけっていうことはどういうこと？その俺の考え方、まあ、ぶっちゃけ言っていい？人生楽して生きていきたい、まあ、この体型だからわかると思うけれど、
なるべく働きたくない、働いて幸せって言ってるやつはもう俺は気違いだと思ってる。その幸せを感じてるやつは、まあ、すごいと思うけどね。俺はもうある程度さ力抜いて、いや生きていきたいねっていう気持ちです。はい。お前口だけだろ、いつになったら外配信すんねん。外配信は今日はするって言ったか。俺は言ってないよな。言ったわ。でも外配信するって言ったけど、夜やっぱ室内でやりますって言ったよ。言い直しました。はい。だからちょっとそこら辺はちょっと分かってほしいね。鼻水が止まりません。大丈夫ですか。光がツイッターで上げてる、ちょっと見るわ。相当病んでるで。今回の件はがっかりです、さよならって。3時4分前に書いてる。相当効いてるっていうか、メンタル面でやられてる。これさよならっていうのはもう配信も出ませんよって意味でしょ。病んでると思う。光に電話したら出ないし、もうちょっと今酔っ払ってるからかけない方がいいと思う。光大丈夫かよ。明日になったら多分酔い冷めてるよ。あの酔ってしまう光は、あの俺ね、長い付き合いだけどさ、自分に対しての自信がなくなってくるんだよね。だからもうなんて言うんだろう、通常時だったらこうガードしてるんだけど、酒飲んだ後にこうガードが外れて、あのちょっとした言葉も傷ついちゃうタイプなんだよ。いつも鋼の精神でメンタルでそのガードしてるんだけどね。でも酒飲むとね、たちまち弱くなっちゃうから、そこはだから結構ね、そのボディーブローのようにね効いてくるんだよな。そう、繊細だからね。お酒は怖いよ。俺も酒飲んでね失敗したことはすごいあるからね。フランスカクテルありがとうございます。あ、ヨーブンさんから、なんでいた。ヨーブンさんからありがとう。サージュレイラがオナ配信してる。嘘言うなよお前。そういうのであの書いてて検索するタイプじゃないからね。サージュレイラちゃん、しかもバンだしね。やってないじゃん。ヒカルとパルは酒を飲むな。検索すんなよ。まあ、気になるよね、それは。やっぱりサージレイちゃんがオナ配信してるってのは。あれ、サージレイラちゃんってあれかな、こうやくんのおしっこ飲んだ人。あ、こうやくんがおしっこの飲んだんか、その子かな。それだったら知ってるけど、あ、その子がオナが配信、あの俺サージレイラちゃんね、久しぶりにツイキャス見たんだよ。俺ぐらい太ってた。あんなスラリとして結構華奢な体だったのに、俺ぐらい太ってたよ。びっくりした俺。カラオケで歌ってたんだけどさ、
めちゃくちゃ太ってたよ。写真もね、あの炎上ニュースの時紹介したけどね、激太りしてた。それはないわ。いや、言い過ぎだと思うでしょ。痩せてたからその太ってる瞬間見たらパルぐらい太ってると思うよ。うん、写真ね、もう結構古いから結構遡らないといけない。マジ太ってる。薬飲む子だから多分薬の副作用だと思うよ。あとは前はね、紹介、ハブ達彦さんの嫁さんも太ってたし。だからあの女性の方々、はっきり言います、ふわっちとか配信をやると太ります。なので気をつけてください。太るんでね。元から太い女ってすぐ太るよね。女の子って些細なことできっかけでね、ストレスで太っちゃうよね。だから女の子大変だなと思うよ。俺絶対男女だったら男に生まれたいもん。女の子なんてもう大変なことだらけじゃん、本当に。俺はそう思う。俺そもそも女の子で男が好きっていうその感覚が、俺はホモ大仏って言われたくないからさ。だから俺は女の子を好きでいたい。俺は男として、なんか入れられる方が嫌だね、はっきり言うけどね。普通に男の人たち考えてよ、ケツの穴に棒入れられるんだよ。無理だよね。しかもさ、女の子って女の子の日っていうのがあるじゃん、1ヶ月に何回か。それもしんどいって言うしさ。で男は出すだけだけど、女の子は産まなきゃいけないじゃん。この部分で女の子のこのしんどさ、俺はもう絶対に女の子になりたくない。うん、そこはだから女の子にどれだけ男は支えられてるかっていうのはね、あの感謝した方がいい、男はな。男の子の日も作れよ。そんな日ないだろ。そう、可愛くないと負け組っていうのは言い過ぎだけど、まあそんな感じあるよね。3センチもしかない豚が言うな。いや大変だと思うよ、本当に。女の子力も弱いしね。男のデブはモテるし、女のデブは、煙たがられる。あ、経験不足、ありがとうございます。経験談ありがとうね。男ってデブでもね、ジジイでも別に若い子本当に付き合うと思ったら付き合えると思うんで、ブサイクであってもね。でも女の子がブサイクでイケメンと付き合うっていうのは相当難しいと思うよね。俺はそう思うよ。フロンズカクテル参考ありがとう。まあワンチャンエッチはできるかもしんないけどね、物珍しくね。付き合ったり結婚したりまではありつけないと思う、本当に。そう思う。俺は女は愛嬌だよ。もう古いよ今のね。テクノロジーがね、整ったこの環境では上っ面が物を言うから、昔みたいな愛嬌なんてもうね、ないんですよ。もう性格なんて見たらみんな見た目でね、判断してます。もうネット上で告白するとか、LINE に告白するらしいしね、直接言わずに。電話だったりとか。ああ、もう今だけそういうね、やつはいないんですよ、もう。ポンちゃんはどうなの？だからポンちゃん彼女できてないじゃん。見た目が悪いから。ね。仕方ないよ、それは病気というか、まあ仕方ない部分あるかもしんないけど、できてないもんはできてないんだから仕方ないよね、これは。でも佐田さんが可愛い子と結婚したっていうのを聞いて夢もらえたね。
パルちゃんモテるでしょ。俺全然モテない。モテるわけないよね。うん、やっぱりで俺って意外にね、みんなね会ったことない人多いと思うけれど、会ったらちっちゃいって言われる。なんか配信上で見る分はでかいと思うらしいんだって。でも配信外で会うと、そのリアルで会うとちっちゃく見えるらしい。だからリアルで会った人は多分びっくりしてる人たち多いと思うよ。あそこじゃねえよお前。あのね、俺はさ、まったり夜の雑談枠をしたいわけね。なのに下ネタの話してたら寝てる人たち寝れないじゃん。多分ね、俺の放送って、あの夜深夜の枠って携帯枕元の横に置いて寝てる人が多いと思うんだよね。でそれでよし明日仕事頑張ろうって寝る人が多いと思うんだよ。勝手にそう思ってるけど、寝落ちでね。だからその耳元のとこでさ下ネタ言わせないでほしい。俺はでもほとんど俺の顔見てないと思う、ここの枠は、うん、寝落ちしてる感じかな。お相撲さんでモテるからパルちゃんもモテそう。太ってる人と付き合ったけど、あれ小さかったし臭かった、すぐ別れた。あ、そう。スパークのメインって何？スパークのメインっていうのは光る右一、俺政治らしい。で最後が俺らなんていう。だからもう本当ね、その何試合、何十試合、何試合あるんだ。15試合ぐらいあるよね。それまで待つのがしんどいわ。これちょっと初めにパパッと終わらせたいわ。一応メインらしいけどさ。光はなんで出ないの？香川さんと揉めたから。うん、香川さんが、でも香川さん煽ってないらしいからね。まあ光煽られたって認識らしいけど、煽った部分は印象操作の話とか、そういう部分、疑問に思ったことを、ただ疑問に思ったことを問いかけたらしい。とんでもない応援する豚さん、ありがとう。 N さんありがとうございます。そう、それでなったらしいからね。お稲荷さん、お稲荷さん今回の件どう思いますか？朝のご意見番だからね。あのふわち監視員さんでなんか記事見ましたけど、あの お稲荷さんオワコンだとか言ってるけど、俺は始まってもないと思う、うん、だからオワコンじゃないよ普通に。だから自信持ってやりなよ。そのアイテムがね飛ばないなんてね、俺もしょっちゅうあるんでね。ひで、いや、ふわっち監視員さんで自分でお稲荷さんオワコンみたいなこと言ってるんだよね。俺はお稲荷さん始まってもないと思うから、オワコンじゃないよっていう今励ましを言ってるんだよ、シンプルに。うん、絶対始まるから、うっせえ。どうしたらお稲荷さん、俺はそう思うよ。やっぱね、俺みたいな人間が、まあ1000人近く今閲覧あります、炎上ニュース4000人ぐらいいます。これが閲覧100になったらオワコンだと思う。コンテンツとして炎上ニュース4000人って100人炎上ニュースとかね、小規模になってたらオワコンだと思うけど、お稲荷さんはあのまだまだ先始めれると思う普通に。うん、そのお稲荷さんはだって閲覧が何千っていう人じゃないじゃん。だからまだ何千も集めてないから、オワコンではないと俺は思うよ。そうだよ。後期がパルパルニュース出たいって、一応後期さんのなんか生活保護不正受給みたいな話山田部長がしてたから明日言おうかなと思って。なんか後期さんが今日アイラさんの若があって詰められてる話で、不正受給疑惑があるって話して、なんか保険証がないからみたいならしいけど、で明日山田部長が生活保護のなんか
不正受給の確認のために市役所をねわざわざ行くらしい、コウキさんの家知ってるらしくて、はい、っていう話してた。もう言っちゃったよ、どうせは1400人ぐらいしか見てないし寝落ちもいるから聞いてるやつは30人ぐらいじゃない。うん、香川は M タンの時メンヘラおじさんだった。それなのに光いじめてた過去のこと忘れたのか、過去のこと忘れたのか、なんだそれ。モイカの言い分だと光が女にねなんか失恋したみたいな言い方じゃ、光別にそれはしてないからさ、ね、あの嫌いなのかな、モイカは香川さんの。あのモイカみたいなタイプはね敵作りやすいからさ、俺みたいにね当たり障りないコメントを言う方がベストだと思うよ。ましてはデブだしね、モイカ。これ差別じゃないけどデブってあの愛嬌だったり可愛いって言われるけど、でも性格悪かったりとかその反動であのすごくねあの汚く見えるからね、人の2倍ぐらい。デブはね丁寧に生きないとね生きづらい世の中なんで、この世の中だから。萌歌ね、お前はもうちょっと口閉じとろ、うん、山田尿検どうだったんだろう、警察行ったんかな。一応尿検行ったと言ってたけどどうなんだろうね。じゃあデブはねあの可愛い、初めはさその害もないデブだったら可愛いって言葉で片付けられるんだけど、害が出だすと汚いっていうになるんだよ。その汚いっていう部分が他の一般人より体でかいからさ、汚くさらになるわけ、2倍汚くなるわけね。だから嫌われやすくなるよね。だから俺はそんな人間になりたくないから、このねデブに対して狭苦しい世の中ね、俺生きてます、息苦しくも。豚、お前配信者のリスナーにも嫌われすぎて周り敵だらけだよ。お前のコメントのせいでもスパーク辞退します。はい、今までありがとう、みんな。みんなナイスよろしくね、ナイスをしてってください。あと13人に300ナイスなんで、いいですか、スパークナイスお願いしますね、押せる方で。マッチを占い少女、センスあるわ、お前のコメント、お前の名前か、好きだよそういうね名前。スパーク自体おめでとうございます。いやスパーク自体して10万ね、そのやだよ俺本当に。でもね正直言って試合をやることが嫌というより、終わった後に勝敗ついてその最後にインタビューみたいなのあるじゃん、それが嫌だ俺。あの負けた時とかより嫌だし、勝った時もこれはインタビューなしがいいな、しんどいかな。いや選手にインタビューあるじゃん、なんかそれが嫌だなって話だよ、恥ずかしくて。勝った時なくない、確かに。だから俺はもう言う言葉決まってる、ワンライブ最高、これで終わらそうと。ああ、しょぼいけどね。それか、なんか、プロレスの言ってた言葉をね、そのまま言うか、パクって。だ、配信者もね、盛り上げるために試行錯誤してさ、その配信の部分も考えてるから、格闘技の部分と、配信の部分で。プロだからね、我々は。本当に。プロだから。頑張ってるよ、ね、ワンライブ最高。
あ、しっぽにゃん久しぶりじゃん。元気してた？めちゃくちゃ久しぶりに見た、しっぽにゃん。黒だから、いや、プロだからね、強い。今回イベントあかん、俺。オーマイガー、イベントきついわ。キツビッシュ、きついきつい。フロンズカクテル参加ありやなす。圭之助さん、弟子のセコンドあるから当日間に合うか分かんないって言ってた。どういうこと？え、いや間に合わないとダメでしょ、スパークのだってやつあるんだから。なめられてるね、それ。もしよ、それ本当だったらね、弟子のセコンドあるから間に合うか分からない。おお、スパークなめられてるじゃんそれね。座って配信してるだけだとイベント厳しいかもね。確かに無理アイテムのやつ、フロンズカクテル、うん、あ、でも1位だねこれ、光るオブジェ。なんやかんや低レベルなんかな今回。でも12位だから総合が227万5千ポイントやば。これ誰、全然知らんわ。まだ 次世代の人来ちゃったかこれ。うん、お、何これ。おー、ごめんなさい、なんかミータサちゃん、え、あ、ミコちゃんか。え、ミコちゃん、私タクマと関係ないんで。ええ、ええ、あー、え、ミータソちゃん、ミータソちゃんはタクマと関係あるけど、うん、ミコちゃんはタクマと関係ないんで。あ、じゃあミコちゃんだ。ミコちゃん、そこはミコちゃんです。ミコちゃん、あの、どうしたの、上がってきて。俺もびっくりしてる。いや、褒めてほしくて。あの、ありがとう。あの、今日、うん、炎上ニュースでバンジーと、と。ああ、すごかった。ありがとう。よく飛べたなと思う。俺ら飛べないもん、正直。で、8月の18日に、岐阜にも飛びに行きます。飛びたがりだね。飛びたがり。そう、彼氏と行かないの、そういうのは。ん？いや、彼氏と行く。彼氏と行くの？うん。え、彼氏とはなんか喧嘩してたけど、良くなったの、結局。いや、見た？見たよ、なんか、結婚は嘘だったって話聞いたけど。結婚嘘？うん。いや、結婚はその時、勢いで行っちゃったみたいな、流れ的にって言われて。あー。え、でもそんなことないんだけど、みこ、うん、ちゃん結婚したくないでしょ別に。うん、だよね、やっぱ、うん、自由に行きたいよね。自由に行きたい、うん、だってみこちゃん何歳今。32。え、結婚した方がいいよそれ。だな、結婚するわ。あ、32、もう正直もう子供産めるか産めないかのね部分出てくるよそれ。そうだよ、子供欲しい？なんか子供を産んだら、あの、うちの実家2世帯だからそこに住んでいいよって。あ、なにそのメリットの部分を考えると、じゃあ産んだ方がいいのかなっていう考えな。じゃあ産まない方がいいわ。いや、私ね、子供ね、2歳ぐらいで生まれてくれればいいの。どういうこと？2歳の方が一番大変なんだけど育てるのに。いや、もうこれちょっといいですか？あのね、みこちゃんってちょうどいい顔してるよね。みこ、これ持ってるからね、こっち。
うるさいね。ちょうどいい顔してるよね。ちょうどいい顔？微妙な感じのエロさがあるよね。ビエロ、ビエロ。あ、なるほどね。飛ぶの？これ。飛ぶんだよね。そう。すごい、なんか、宣言しろって前に騙されて。いつ飛ぶのこれ、ミコちゃん。来る？すぐ飛ぶんだよ。おう。飛べ！なんてか、あれ聞こえなかったけど、飛び方おもろいね。入るみたい。飛び方おもろいな。うん。なんか、まゆに言われたの。配信者は、うん、なんか、やれ、なんかそういうことを言えって。あの、飛ぶ前に、なんか、宣言しろって言われたの。なんで宣言したの今、聞こえなかったわ。聞かなかった？来年結婚しまーすって言った。来年じゃなくて今すぐ今年結婚しなよ。うん、だから、ま、うちのママはそうなんだけど、だから、今度の土日に来るのよ、彼氏が、うちに。で、来週、私が向こうの親と、なぜか初対面でグランピング行くのよ。それが岐阜なの。そうなんだ。だから岐阜で飛ぼうかなって。その時にお母さんの前で結婚しますっていうの。いやでも、あ、片岡美子よろしくお願いしますって飛びたい。なんて言えばいいの？うん。あ、そっか。お母さんね、配信してるのは知ってるの？美子ちゃんが。あ、そうなんだ。いや、それは知らない。じゃ、美子ちゃんといろんな男となんか。スキンシップしてるあの動画とかあの流出してるじゃん。知ってるんだ。あ、それは知ってる。みこちゃんもちょっとね、いくら自分がモテるからってね、垂らし込むのはちょっとダメよ、彼氏いるの。モテるでしょ？ああ。何でしょう？これ。花。どうしたのそれは。はい、かな。てかさ、パルちゃんのこれ、ね、の今着てる服、うん、欲しくて、あの、春子さんなんだよ。でも、うん、あの、お金は払うんだけど、ああ、なるほどね。住所バレたくなくて。なんかメルカリで売ってるらしいよ。どうすればいいの？うん。え、それって何？サイズのことって言えんの？なんかあったよ、それは。うん。聞いてみな。うん、住所バレたって、うん、気にしたいでしょ。俺ら信用してるでしょ。ワンライブを今、いやワンライブはちょっとなんで信用してないの。うん、ワンライブは可愛いけど、ワンライブはちょっと、いや、ワンライブはみこちゃんの家まで行ったりしないよ、住所見て、うん、ちょっと怖い、やっぱり。え、ちょっと社長はうちのなんか実家の住所知っててキモいなって思ってるし、ゼロワンやったんだっけ、なんか妊娠そうだったんだから、ね、昔。あ、そう、やってないっすね。やってないのか。あれ、イギリスとやったっていう噂は、あれはやってないっす。あ、そっか、じゃあそっか。あれもない、だって会ったこともないもん。うん、印象操作やめてね、そういう。ほら、炎上ニュースやってるわけだから、ちゃんとごめんなさい、したことをやって。みこちゃん、俺はね、うん、みこちゃんのことをね、いじりたいんだよ、その、あの、うん、キャラクターとして。でも、嫌だったら嫌だって言ってくれれば、やらないから。ほんと？まあ、全然いいけど、うん。で、18日飛ぶから。ね、バンジーね。うん、あの、岐阜の方ね。
で昨日すごい、ね、でも友人飛んだから、えそれは2000人超えだったんだっけ。あすごい、2700。まあいたとしてもすごいよ。前より行くからね。だからちょっと頑張るわ。みこちゃん、俺みこちゃんのその死んだような目が好きだからね、うんうん、えでもなんかなんてバンジー飛んだらまゆは言ってたよ、よ変わってない、目がでかくなったって。変わったかな、うん、まあ俺ほどでかく、俺ほどちっちゃくはないけど、そうなんだ、なんか髪の毛伸びた、なんか老けてるというか、なんか 目はでかいんだけど、なんか老け顔というか、何なんだろうねこれは。バトル申請来てるか、これなんか書けないとやらない。32だからね。そうだよ。え？あ、そうなの？じゃあどうかな？何にしようかな？じゃあまゆちゃんと俺やって、まゆちゃんの髪の毛で俺が勝ってやったんだよ。それはまゆちゃんに許可取らない。じゃあまゆの髪の毛また切る。そうなの。え、負けるの申請したのじゃあ。絶対負けるから。おこぼれ相談やめてよ、それは。いや、でも、俺今弱いよ。そうだよ。正直。うん。絶対負けるから。あ、じゃあ、パルちゃんの、その、ワンライブの、60、ワンライブの T シャツ全部買うってことは、400枚ぐらいあるけど、買うの。あ、全種類か。いや、俺だとそれ、俺の旨味ないし。違う違う、あの、全種類。うん。じゃあ、パリちゃんの T シャツ。俺の T シャツもちょっと違うんだよね、なんかやり方が。5枚買う。え？いや、髪の毛切ってほしいよね。俺、髪の毛キラーなんだよ。俺が負けたら坊主にしてる。髪の毛、あの、後ろにある、その、長い髪の毛は切れないよ。うん、え？これ？じゃ、わかった。ちょっと待って、髪の毛一回前にやってみて、ちゃんと。そこまで切るの？おお、あと切るの？ここら辺でいいでしょ？あ、前髪、あ、確かに前髪はどうなの？前髪切ったらどうなるの？前髪はね、ちょっとあの仕事的にちょっと無理かも。前髪も切るんだ、その長いやつ。え、パツンでいいの？うん。そうそう、おかんぱ。あ、え、ことパッツンってこと？これで、この長いやつも切るんだよ。あ、いいよ、分かった。これも切って合わせるんだよ、前に。この長いやつ？あ、そうそうそう。え、切るの？あ、だからこれと合わせればいいでしょ？うん。で、リスナーさんに任せるのは何がありますか？どっち？前髪パッツンなの？これを髪の毛切るか、名前変更か。あんまやんないもんね、放送。名前変更いいよ。あ、前髪15センチだって。15センチどれぐらい切るんだろう？いや、やってるよ、最近。ああ、確かに。前髪2センチ。あの仕事があるんで、前はちょっと本当に。いや、わかんないけど、コメントでね。あ、じゃあ前のパッツンだって。2センチ？いいよ。だから、オンマインにすればいいってことでしょ、ここで。こんな痛くないでしょ、1ヶ月加工配信なんで。いいよ。1ヶ月加工なし配信？じゃあこの、じゃあここ、このさ、出てる前髪切ってよ。うん、全然痛くない。うん。何言ってんよ、パルちゃん。で、これ？うん。そう、これを切ればいいの？触覚いい？え、じゃあこれは切らなくてよくて、この
直角を切ればいいの？直角切りしていい。ね、女の子だしね。バトル。あ、龍之介だ。ありがとう。ただ、どうする？髪の毛俺伸ばしてるからね、ちなみに。え、パルちゃんは？これ、の、もう半年かかってる、この髪の毛。1ヶ月ダイエットいいよ、別に。1ヶ月ダイエット。ね？ 1 ヶ月ダイエット。いやいや、いいや。パルちゃんの。あ、じゃあそれは俺が買おうか。あの、T、うん、シャツ欲しいから。2枚ね。高いよ。そうか、そう、買って。いいの、そうなん。2枚。うん。あの、彼氏の分と私の分。直角切って。いや、今日、あの、放送中に切ってほしい。全然いいよ。で、私これ、直角切るのね。じゃあ、やるか。いいよ。もうだから、負けた瞬間に切るよ。けどで、皆さん、やるの？お願いします、応援。絶対負けるけどね。いや、俺絶対負けるから、これ。ちょっと待って。持ってくる。あ、ハサミ。絶対負けるから。よかったね、リスナーさん。お願いします。ちょっとね。まあでもね、正直、俺はあの花火5発飛べば勝つっていうか、正直ね、ごめんね、みこちゃん舐めてるわけじゃないんだけど、リスナーさん5発で勝って、あ、そう、分かった。これ、幼稚園の時から使ってたハサミだから。うん、そう。うん。直角ね。だから、眉毛らへんだよね。だから、こんな感じだよね。もっと？そうそうそう。こう。え？眉毛らへんまで切るのね。喜んでる。あの、おんまゆにしろってことね。やば、何こいつ、うん、上がってるよ、買うよ T シャツ。え、でも送るよ、あれだよ、うん、もしもしもだけど、もしも買ったら持っていくよ、住所バレたくない、うん、うん、S サイズと S サイズと、うん、彼氏と会うよ、持ってく、じゃあ申請して送る、パパちゃんパウルちゃんの方好きだから申請送って、うん、分かった、うん、あ、これってさっき送ってたじゃん、ありがとうございます、もうこれすいません、もうありがとうございます、いや、いい勝負だね、みこちゃん、いや、はい、いや、いつあん、いくつあんの、すごいいい勝負してるよ、200、あ、パンチだね、いや、本当にお願いします。ああ、すごい飛んでるわ。ありがとう。いや、本当にお願いします。俺、勝ったわ。もう、本当に。皆さん、もう課金しなくていいですよ。もう勝ちなんで、これ。無理だけしないで。本当にお願いします。ここでアイテム、あの、買わなくていいですよ。無理だけしないで。私。あの、やばいところで投げてください、もう。で、18日に、ありなさいで。彼氏の、お母さんたちと会うんですけど、もうどうせ勝つんで、これもう3000ポイントでいいです、整えてもらって、こんな試合にあの余力をね使ってほしくない、リスナーさんにはもう楽して勝って髪の毛切ってもらおう、あ、お願いします、ちょっともうつらい、あの無理アイテムでもポイントになるんで、もう彼氏と別れます、はい、減らってるわ、泣かないで、別れます、もう別れますわ。時間が悪かったね。あの、ゴールデンアイテムだったら。ナイス、とんでもないよ。応援するありがとう。ゴールデンアイテムがあればね、勝てたかもしれないけど。うん。いや、まだ負けてるわけじゃないけど。ありがとう、リスナーさん。すいません。
あ、花火ありがとう。ありがとう。好き。やばい。好きだと思ってないよ、みこちゃんリスナーさん。あ、10倍ありがとう。思ってないから好きなんて。いや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 。で、絶対欲しいから。あ、リスナーさんありがとう。絶対その T シャツ欲しいから。ありがとうございます。はるこさんにも言ったし。わあ、もうなんか、愛が溢れて、もう3000でいいって言ってるのに投げてくれてるから。あ、ありがとう。リスナーさんお願いします。花火ありがとう。ちょっとこれ。ちょっと怖いんで。本当に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 。話してもらっていいですか。再来週、マジで、こんな髪型で。ちょっと怖いんでね、これ。親に会えない、パパの。すいません、こんな。申し訳ないです。ちょっと、突き放してもらっていいですか。いや、もうありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと怖かったです。ワンライブなんかに負けたくない。ありがとう、リスナーさん。あ、課金すいません、してもらって。本当に。いや、マジで何でもする。何でもするわ。ごめんなさい、本当に。あ、もう、まあ大丈夫ですよ。もうこれで勝ちなんで、勝ったんでね、これさすがに。もう、余力残してほしいんでね。あ、ありがとう、とんでもない、ブタさん。ありがとうね。バンバン課金してほしくないんで。ありがとう、とんでもない、ブタさん。ありがとう、本当に。その、ありがとうございます。もう気持ち、風船で。ありがとう、無料。あ、とんでもない応援の豚さん、ありがとう。豚さん、ありがとう。うん、勝負してるのは豚さんと勝負してます。今勝負してる人、小豚さんと今勝負してるんでね。あ、そうです。あ、5個投げ、ナイス !2 倍ナイス、ありがとう。高いアイテム、ありがとう。ありがとう。アイスクリームコンボ、ありがとう。お店とか、もうそういうのでも、全部あるんで2個投げないっす。これもう前髪2倍とんでもない舞台。30秒だけちょっとみんな気抜かないでほしいっていうか、その相手がねファンタスティック飛んだと抜かれる可能性あるんで。ありがとう、ありがとう。あ、確かに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 。で、今ちょっとあれかもしれない、2個投げないっす。投げてくれれば好きかもしれん。あ、ポヨンちゃん、ありがとう。ニコンボありがとう。ありがとう、ギミちゃん。開けるなよ。ナイスナイス。開けるね、これ。ちょっと30秒でいいですから、スパート。無料もすごい。いいよ。すいません、30秒怖いんで、これ。すいません、スパートだけ。20秒、20秒ください、僕に。あっ。いや、ちょっと、勘弁してほしいな。すみません、スタート。いや、ちょっと、お願いします。いけるか、これ。お願いします。さすがに無理やろ。お願いします。アピーさん、花火あります。わー。アピーさん。あー、あと1秒。よかった。ファンタスティックとの技抜かれてたからね。リスナーさん、ありがとう。しょうもない戦いに巻き込んですいません。ごめんなさい。ありがとうね、課金してくれた方。じゃあ、みこちゃん、いい？ちょっと待ってね。ごめんね、俺も、こんな約束はしたくないんだけどね。あー、ランさん、ありがとう、10個。ピーちゃんもありがとう、ここずつ。まーさんも、ランさん、なーちゃんもありがとう。ピーちゃん。マジで、もう、まゆと一緒なんだよな。もうやったから、お揃いだね。そう。あ、じゃあちょっと。はーい。あれ、ちょっと、はーい。ちょっと一緒に。これいける？もっと？さすがにね。はい。いい？二週間後にここにあるから。ごめんなさい。パパは。あー！あ、ちょっとやり、ちょっと待って。ニコちゃんごめん、ちょっとやりすぎたんじゃん、それおかしくない？大丈夫？ちょっとおかしいよね。いや、パルちゃんに負けてるし。ごめん、おかしくなってるわ。もうちょっと上かな。どこ？ここ？そこら辺だ。上。あー、ごめん、なんか痛い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 。あれ？
おかしくない、ごめん、ね、そんな、そんな、え、マジでごめん、なんかこれいじめてるみたいになってるわ、いや違和感しかない、ちょっと、え、じゃあなんかそれ、うん、いや治らないよ、止まってよー、ハルちゃんのせいだよ、もうやらない、やめて、もうそこやらない、これもう切るね、これ女の子いじめになったよ、これこれちょっとあかんわ、かわいそすぎる、いやめぐりごめん、ちょっとやりすぎだわ、ありがとう、なんだこの髪型、いやいい、それでいいじゃない、あと、お前いい人がいいね、美容院行った方がいいんじゃない、ちょっと、うん、いや、いい、もっと、いいよ、もっと、お前言う、やめても、うん、もっとお前言った方がいいな、ちょっとやめて、ほんとに、パルちゃんにやめて、ほんとやめても、パルちゃんに負けたんで、びっくりした、パルちゃんに負けたんで、もうダメだよ、みこちゃんこっち見て、やめて、みこちゃん、うん、いや、パルちゃんに負けたんで、いや、もう、もう、約束は約束守りたいし、ねえ、もう、開き直らないでも、うん、うん、守りたいとか、もう、あかんで、これ、明日仕事クビや、うん、全然、どこ、ほら、みこちゃん、こっち見て、こっち、うわー、うん、あ、でも、そうやれば、何、草、草、なんか草、あ、でもなんか斜めになってるからもっと切らないとね、調べるねえパルちゃんね、ねえパルちゃん、斜めになってるからほら切らないと、あ、それかも、ちょっと見てみるね、草間弥生、うん、ディスってるよ、はあ、これだ、なんだこれ、じゃやりすぎで、ちょっと待って、みこちゃんこっち見て、ちょっとほんとやばいよそれ、ん、ちょっとなんかワンワン似てきた、それ何、草間弥生、あの病院行った方がいいわ、ママにできた、それ治らないよ、なんか治そう、うん、治そう、草間弥生行った方がいいな、うん、え、でもごめん、いや別に草間弥生でもいいし、うん、うん、髪の毛をこう下げたら、うん、だって俺結婚するしね、か、ちょ、いいよいいよ、あの大丈夫、そんなチョキ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 治るもんなの、それは。ちょっと言ったっていうか、端っこだけね。え、だって、バルちゃんが言ったんじゃん。言ったんだよ、うん、バルちゃんが言ったんだよ。やめてよ、もうごめん。責めないで。うん。いや、バルちゃんが言ったから。責めないでほしい。バルちゃんが言ったから。あ、でも可愛いわ、普通に。俺好きよ。あ、いいじゃん。もう可愛い。うん。俺は好き。いや、ガタついてないから病室行った方がいい。でもなんかまだなんか足りないよね。あかんで、マジで。うん、そんな。お金ないから。やめてよ。だってバルちゃんの、あの、Tシャツ買うからか。お金ないから。あ、ちょっと、なんかエロさが増した気がする。こんなもんかな？海外の日本人で活躍する、海外でね、ハリウッドで、ごめん、ほんでも、ここ日本だから、わかる、海外で活躍してる人、
からね。でもここ日本。いやもうこれは完全に怒らせてる俺。あ、いいじゃん。かわいい。だいぶ整ったね。うん。ちょっと、さあ、どうする？何説明するのちなみに。振られたら。男の人に切られたって、彼氏怒らない俺のことを。え？え？本当？やっぱりじゃん。うちの代わりちゃん喜んでます。うちの代わりって、うん。だって私がパルちゃんの、うん、パルちゃんの、T シャツ欲しいって言ったの。あ、キキキリンコね。キキリンコでも見てる。出すわ。俺はいいと思う。抱けるよ、普通に。全然抱ける。抱ける？抱ける？キキリンコ調べるか、ちょっと。抱けるの？うん。嘘。じゃあ、じゃワンライブの髪の毛それは嬉しい。これ送るね。ツイートするわ。うん。嬉しくねえだろ。私今だこれだ。レターパックライトめっちゃ持ってるから。うん。ちょっと。これかな？誰宛てがいい？あ、堀越で。田崎大輝でいい？あ、堀越？あ、でも菊池凛子より可愛いわ。堀越なんだっけ？マサツなんだっけ？あー、なんとか。なんか、あれみたい。それだそれだ。ショムニの。ショムニにいそう。エスミマスコみたいな。いや、それ知らなくていいよ。俺はだって言ってない。うん。あ、何？やめてやめて。これ、これ。もう今開き直ってる状態だからさ。えい。やめてよ、もう。うんうん。パルちゃんの。うん。うん。じゃあもうそういう感じ？バサーならなくてありがとう。ごめんね、なんか明日ネタにするわ。スクショ。待って、あ、なんかちょっと昔ね、俺風俗とかあるんだけど、髪の毛風俗嬢にいたかもしれない。あれをちょっとこうしていたいた。パネルにいたんだよ。でそれで入ったらブサイクだった、うん、だからこういうのがそのパネルの加工した可愛い子ちゃんと抜けた。うーん、だから加工されてるんだよ、うん、あー、そうなの。だからその風俗加工されてる写真で入ってブサイクだったから。あ、そうなんだ。加工されてるみっこちゃんと一緒だから可愛い。その風俗嬢とみーちゃんはどっちが可愛いの？なんて？長谷田修正？肌修正しかしてない。俺だって加工あれで肌修正しかしないよ。お、ちょっと待って、肌修正しかしないよ。そうでしょ、肌修正。美顔切ってあげようか。もう一回格好つけて。美顔ほら、切るとこう。だいぶ変わるね。やっぱ、疲れてる。それ外れると。みこちゃん、なんか、うん、後ろのまでなんか人通らなかった。人っていうか人影。だいぶ変わるかな。あれ、いなかった？いいんじゃない？そう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 、やば、怖っ。やば。
俺がもらってやる。あれで会うの？え？マジかよ。あ、確かに。お前、結婚ダメになったらもう。わかった。じゃあ、みこちゃんありがとうね。どうすんの？また、あの、出直してきて。いいです。うん。お金ないから。うん。あ、ほんと？あの、レターパックなんだ。うん、こちらこそ。ああ、そっか。腐らない？あ、で、今、あの、ファンライブの住所に、あの、書いて、汗臭くなるの？これ、入れるから。うん。レターパックだから。川西公平がいいんじゃない？うん。公平でやって。いや、あん、いや、ちょっと、少しは嫌だから。ガチで送ってきてね。ガチで田崎大輝か、うん、田崎大輝でいいか、アニスコ編にする、うん、そうするか。じゃみこちゃんありがとうね。ん、うん、またよろしくね、明日の届けるから、うん、明後日着く。うん、それでね、今回は飛んでください、うん、お願いします。こっち、こちらこそありがとうね、バルちゃん。18日の4時。バンジージャンプ飛んでたやつはもう止めまくったよ、今日、炎上ニュースで。あの、本当に。そう、宣伝お願いします。みんな無料アイテムでもいいから投げてあげてください。あと褒めて、今日のこと。昨日のことね。嘘。うん。ダメじゃん。それ。なんか、違反だからね。法律違反。イベント中です。いらないよ。その1万円で T シャツ買って。すごいありがたい。もうバルちゃん。その1万円で2枚 T シャツ買ってくれよ。あ、じゃあ、レターパックに、本当はダメだけど。メルカリで売ってるらしいから。1万円入れるから。うん。でもね、また、まだやるでしょ。そうだね。うん。俺もうちょっと終わるからさ。え？うん。じゃあ、みこちゃん、ありがとうね。いや、だから、欲しいから。いや、全然。もう寝るわ、もう。明日もあるし。イベントありがとうね、みんな。ちょっとおねんねするわね。2時だからね。あ、最後ナイスだけお願いします。ちょっと寝ます。ありがとうございました。マリオくん枠やってるの？いや、やってないっす。あ、そっか。寝ますわ。ありがとうございました。あの、みこちゃんやったよ。みこちゃんなく言ってあげて。申し訳ないから。じゃあね、おやすみなさい。明日年上ニュースでね。パルパールバイバーイ。またね。みこちゃんの枠言ってあげてね。メリアあげて。